もう遠距離武器が向いてるところばっかや。ここは橋のところとかで近距離武器も使えるけど。M1 か悪くない。って言ってもそこまで超遠くは狙えんけど。あいつやろっかな。もう登りきってるか。やばいやばい。わあ。連射力にかける。ドア閉めるじゃなくてドアの影にかければよかったのかもしれない。アシストか。うわー、わざと突撃したのに。01正体だ。ハンドガンで戦ってやがれ。やられてんのか、連中に。敵がこっちを、こっちから注意が取れたあたりのところで、あ、いなくなってるか。敵は一人なんだよ。ああ、仲間のおかげで生きながら終えたところだ。弾薬？君、ライフ回復ってなってたからオペレーターではないのか。やっとキルしたぞ。お、ダンだ。敵が。死なないか、死んだ。やれた。キルです、回復。いやー、やられたい。狙えてたのに。ここら辺にいたらやられると思うな、うん、ここら辺が安全。ここが安全。下か。ちょっと回線が悪くなってる。この中いるんじゃない。グレネード行くぞ。おい、生だぞ。ガンマッチ。
弾補給完了あった。でそしたらすかさず岩投げ、いやーやられた。優れ一目散に逃げるしかできない。あそこに固まっとるな。いやまあ挟まれてたし無理か絶対。死んでばっかりだ。こっちが微妙に勝ってる、死んでる側に回ってる。ベンチャー企業入ろっかな。ブラック、多分ブラックだろうけど、全体のことが分かる。いろんな方向に敵がいるから厄介なんだよな。ちょうど端っこに入れて、入れてじゃない、いて敵に撃たれないところから、一番安全なところだから、はみ出してきた敵を倒すっていう。
そういう風にできれば気力が稼げるようになるかな。今のところちょっと出過ぎたかもしれない。味方がいるとつい安心感があるのかもしれないが、味方がいたこそ場所こそ市場でそっから危険だからな。ここ入りたい。ああ入る前にやめたか。今の味方がさいなかったらやれてると思わないか。とりあえず家でよっかな。家にいたらめっちゃくそ金貯まるって思うけどさ、家でないと何も始まらないしっていうところもある。でさらに加えて一人で生きるの地獄じゃね、やりたくない家事とかやんなきゃいけないしって思うけど、やってみたらどうなのかは、やってみたら実際どうかわからない。あぐらをかいていたな、安全な場所というもの。やっぱ相手のスキルを取るアサシンっていうものが好きだよな。かっこいい。今らへんなかなか爽快じゃなかったか。一人暮らし楽しいですよ。マジっすか。でもまあ一応高卒なんでちょっと大学この年で大学に行くっていうのも、まあ一旦働いて給料の低さに愕然としないとあれかなと。威力が減りてって17になるのか。この今ちょっと脇で聴いてる曲はちょっと切ないし、金髪のツインテールで哀愁があっていいと思うと。青春っていうのかな、わかんないけど、我慢ならあるぜ。いやこれはとつる。いないいないいないと逆に。いけいけ。M1 威力高くていいと思うから、だから動画にちょっとしたいんだけど、でスキルっていう毎回面白い敵の意表をついたキルが複数回できたからいいが、なんか負けてるのに、負けてる動画にあげるわけだけど、やばい、やられた。近くにいたのか。
皆さんにおすすめの曲を尋ねたい。どんな曲が。あ、これバルトイーグルじゃないじゃん。定点射撃。今聴いている曲にコメントがついていて、そのコメントは俺がそのアニメの続きを作る的なこと言ってるが、本当に作れんのか。いやー、ん、なんか落ちた。まったく精神薬が落ちた。尋問か。このアップでよく尋問したな。やべえ、やべえ、やられぬ、やられぬ、やられぬ。投げ合いかけてるな。うわ、危な。カメラか。ギルデスが 0.5 じゃん。やっぱ死ぬ可能性が多いゲームだから仕方ない。おすすめのアニメありますか。おすすめのアニメ、ベルセルク見ました。このガンスリンガーガールってのを見てみてもいいかもしれない。面白いかもしれない。知らなそうなんだったらナルタルとか、黒なる星たまたるコラとか。やばい、やれてない。やっぱりタンパクなんか、うわ、移動すんなし。おお、なんとか。ガンムとかもいい。アニメ。あとは、あれだ。バオー。バオーっていうやつ。ジョジョの作者が作ったアニメ映画で、バイオロジーの王、生物学の王みたいな感じでバオーっていうんだけど、面白い映画だった。それや寄生虫が関係してるんだけど、寄生虫といったらやっぱり寄生虫も面白かったな。アニメ、一応爽快なヒールをしてるから、この動画を残しておこうかな。なんて後でモンタージュに使えるかもしれないから。おい、うわ、本当にいろんな国の人がゲームをプレイしてたな。このスペイン語やつだ、多分ドスだから。あ、違うな、フィランドリーニアーノスっていうギリシャ人もいるし、ギリシャ語の可能性もある。ヘルマプロディートスもそうか。サクラで、あ、マブラブ面白いかも。マブラブオルサナティブ。SF だから面白くて、ベータっていう謎の侵略生物がいて、宇宙からなんかいろんな星を侵略しに来てる生物がいて、その名前がベータっていうんだけど、
そのベータに日本とか世界中がやられてて、それを高機動のロボットに乗ってでやっつけるっていうお話で、もともとはエロゲっぽいだけど面白い。ギャルゲかな、逆エロゲじゃなくて。当たってない、ダメだ。これだからセミオートはね、エイムが正確じゃないと。また憂鬱めで、音楽を流してたジブリ系になってしまって、それでこれからジブリ系のループが続くんで、なんでなのか。当たってない。当たった。地味にどうしてるか当たんないんだよ。あ、もうちょっと右。ここ、当たらんな。遠くにある程度行くと急激に卵落ちるのかもしれんな。ここまで来るんだったら、お、残った。うん、さすがにこの試合はあんまり勝てる試合じゃないかも。こっちは勝ってるけど、何かおすすめの曲とかありますか？あ、出た、またこの状態。この状態でキルできるかな。再次撃するしかない。弾ならあるぞ。やばいやばい、移動できない。なんでやられるためになるんだか。何も見えないぞ。人となんとなんか話すと気まずいっていうか、それでちょっと話せない人がいるけど、その人にどういう仕事がいいかとか聞きたいな。その人は外国で働いてるんだけど、精神薬やめてみようかな。でも障害者たちをもらおうとしてるんだよ。それなのに、さ、薬やめていいですかなんて聞けないという、やってることでいいですけど。おお、いやー、やめた。強いな。威力、このカービィも強いけど、ショットガンは一発だから。